はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちらユニトロボンユニトロボンスーパーカーステーキです はい、またまたユニトロボーンの新作来ましたが、一つ前が三体合体で、割とド派手な感じだったので、まだその路線で行くのかなと思いきや、また二体合体に戻れましたね。スーパーカーステーキですから、スーパーカーとステーキが二つ入ってて、いつものデカユニトロボサイズで定価は2500円。うん。三体合体が4000円とかでしたから、価格いつも通りに戻りましたね。レストランでありえない合体で歌像によって、ステーキとスーパーカーが、スーパーカーなのかどう見てもレ ベース用のスペシャリティーカーに見えますけど、これでファンビレス行くとか、なかなかの重さ。そして公式おすすめ合体として、アップルステーキとか、ロブスタースーパーカー。確かにね、バランス良さそう。この辺もやってみましょう。はい、中身は、あ、そっか。ナイフとか、フォークとかも入ってんだ。スーパーカーステーキですから、はい、ステーキ。ステーキどころじゃないね。鉄板から台座から、カトラリー一式まで入ってると。 これカトラリーを、要はここにジョイントがあるから、こういう風にはめておけるんだ。はい、中身はこの辺で、スーパーカーとステーキ。でも思った以上に豪華仕様っすね。そっか。合体後に武器持ってますもんね。ナイフとか。なるほど。では細かく見ましょう。まずスーパーカーは超絶未来型のスーパーカーっていうか完全なレーシングカースタイルになってて、 後ろ側結構しっかりモールド入ってますし、ユニトロボもおなじみの音量ゲージ。で、四輪が殺そうこうして、転がし遊びできますし、赤成型にシルバーのヘッドライト部分だったりとか、ブラックのウィンドウでタイヤが黒いパーツになってて、でいつものユニトロボジョイントがあって、さらにステーキの方はナイフとホフークがちゃんとここにマウントできるようになってるんですよ。 しかも、ロゴ入りグリップ部分にロゴ入りになってて、シルバーの塗装がちゃんとあって、はい、ナイフとフォークがそれぞれ一本ずつ入りつつ、ステーキの方には、この A5 ランクっぽい、 刺しの入った美味しそうなステーキがありつつ、付き合わせの人参とジャガイモ。僕、こういうステーキのさ、付き合わせのお野菜とかがすげえ好きなんですよね。大体いい甘いじゃん。合体状態を見てもらうとわかりますけど、鉄板部分がシールドで,で、ナイフを前にフォークを後ろに持たせて、なぎなたっぽく武装するんだ。鎧武者的な合体方法なんかも書いてありますから、じゃあ行きましょう。一旦全部合体させるか。 はい、カトラリーも、セットしたまま、ちゃんとこの位置でハマる。ユニトロ、ボーンあれあおおこれで終わりあこれで終わりだあ、で、裏側に、待って待って待って。あ、じゃあじゃ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 なんか出てきた鉄板の裏側に、もうロボの上半身あるんだ。なるほど。もう一回行きます。ユニトロ、ボーンで、おーで、あーこれが、正位置の合体の、 流れだと思いますなるほどもうこれ外れないんだ鉄板がそのままこうしてで腕を前に持ってくるとシールドになってるわけねでここがボールジョイントになってるのでロック外しつつ前に持ってきてで拳をこうする拳っていうかここが拳でここが武器の大きなグリップパーツと見立ててあるわけねでその部分に前側にナイフ 外れた。ここね、ボールジョイント、なんか、見ての通りすごい浅いのよ。でもこれでいいんだ。自立用の、あ、なるほどね。ここにヒールみたいな足があるんだ。すげえ。はい、これで立たせてあげれば、スーパーカーステーキが完成しました。ちょっと待って、割とかっこいいんだが。ユニトロボーンちょっとずつ、合体後のプロポーション良くなってないかわかりましたどういう風に。 変形したか一応ぐるっと合体状態で見回すとこうでこの浅めのボールジョイントのおかげで腕はすごい動かしやすいでこんな風に武器を構えることなんかもできるしステーキの鉄板がそのままシールドになっててあとは胸の部分にもいつものユニトロボーン的な音量のシールがついてるとで ああ和風っていうか西洋甲冑的な頭部なのかゴールドにシルバーで色が塗られててはあははちょっともう一回戻そうなのでカトラリーを外すでしょで上半身下半身これ外すそしてこう着てで、ヒールを隠すヒールを隠すで真ん中に持ってくるとはいスーパーカーに戻った で、こっちのステーキの方は、こっちが表になりますから、こうだ。こうね。そうすると、ここにジョイントがあるから、ここひっくり返して、で、ここのジョイントに、肩のここね、はめつつ、ここ回転か。はぁー。ロックする。あ、ロックした。で、あとは、武器のグリップ部分を、 いいところに格納すれば、おははははなんかよくわからんが、ステーキに戻ったね。ほい。どういう仕組みだどういう仕組みでいったはい、ステーキに戻った。もうこ合体いくよ。合体で、こっち向きでいいか。こうして、あ、開いた。で、ああ、もうここまで開くんだ。 でこっちもほら開くから分かりやすいねこことここと鉄板が一気に開くわけよこうこうこうおおはははでこれでもうほぼロボンになってるとでつま先出す出してそうすると足の高さがちょうどよくなるのであとは肩のこのジョイントを外しつつ腕を下げるで反対側もジョイントを外しつつ腕を下げる で武器のグリップ部分をこちら側に持ってきてナイフとあもう分かったねナイフとフォークをはめてあげればはいスーパーカーステーキが完成しましたある程度自動変形に任せてあるのはいいかなまあ縦でこう防御縦で防御ステーキで防御だったりとかまあこのようにほら武器構え状態なんかもいけるなので なぎなたっすよね、完全に。フォークを前にすれば、なぎなたっぽく、なぎなたとか槍三つ股の槍みたいな。で、こっちで、なぎなたっぽく、外れるな、ここ。武装することが、武装っていうか、攻撃、アクションすることができます。もちろん、腰稼働とかありませんからね。じゃあ、その公式おすすめ合体のアップルロブスター、行きましょう。これは、ロブスター側に下半身、アップル側に上半身だそうで、じゃあ、一旦外して、 で、スーパーカーに、ほら、戻してあげてから、ユニトロボーンがッタいで、はい。おどうだで、足出す、出す、こっちの足下げるで、腕を出してあげれば、おー、あー、悪くないね。はい、これでロブスタースーパーカーが完成しました。てか、アップルロブスターのロブスターの上半身、普通にむっちゃかっこいいんだよな。 情報量いい感じ。やっぱ初期のなやつってシール多くていいっすね。これ、これが公式おすすめの合体1。で、もう一個がアップルステーキですから、これ武器外すじゃん。で、ステーキ2。もうこれ一旦外して元に戻しても全然ありだね。すごい簡単だから、カチッとハマって。 はい、ステーキ状態から、アップルが今度下半身になりますので、この向きか。合体で、ほ、はい。で、シールドも、ほら、変形で、ロックしてあげて、ロックしてあげて、スカート展開、ヘタを内部に、格納からの腕パーツを回転。はい、回転。で、こうして、 武器を今度フォークを前にしようかな武装してあげればはい公式合体2位のアップルステーキが出来上がりましたあでもさっきのロブスタースーパーカーの方が 個人的には好きだけど、こういう人型っぽい直立のユニトロボーンを使えば上下入れ替えで組み合わせで遊ぶことができますと。ちなみに前回のドラゴン型のユニトロボーンがなかなか大きかったですけど、そんなにボリューム負けてないかな。まあ、この状態でユニトロボーンってやんなくても普通にこう外してガチャっと、ほら、腕取れやすいんだよ。 浅いんだよな、多分。安全性のせいかまあ、簡単に付け替えして、元に戻すこともできます。これでもなかなかビジュアルがかっこいい成果いというか、あとアップルロブターとの公式合体もあり、結構人気で、割と完売しててネットとかだとプレネ化してますよね。ユニトロボーンは、発売後からまあまあ時間経ちますけど、ずーっと人気なの、ほんとすごい。じゃあ元に戻すよ。もう簡単っすね。こうして、こうして。はい、スーパーカー。ーで、 腕関節、肩関節のあれだな軽さだけだな外れやすさこうしてこうしてステーキを回転すればはいステーキ状態に戻りましたこれも面白い以上ユニトロボユニトロボスーパーカーステーキの紹介でした